n h k ミュージックエキスポに2 0 2 4完全版でナンバーアンダーラインイが爆発未公開映像満載でファン必見ナンバーアンダーラインイ n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4で進化完全版で新境地を開くパフォーマンスをチェック n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4の放送が発表され特に完全版として114分の長尺での放送が決まったことは 多くの音楽ファンにとって大きな喜びとなりました。毎年このイベントを心待ちにしているファンたちは、さまざまなジャンルのアーティストが一堂に会し、圧巻のパフォーマンスを披露するこのイベントを通して、音楽の多様性とその力を感じています。2024年のエキスポでは、ナンバーアンダーラインアイや新しい学校のリーダーズ、ウェーブイ、エンハイプン、エルイスセラフィム、トゥモロー X トゥギャザーなど、 今をときめく人気アーティストたちが出演し、おののが独自の魅力を存分に発揮します。特にナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスには注目が集まっており、彼らの音楽性とステージングがどう完全版で表現されるのか、ファンの期待は膨らむ一方です。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4におけるナンバーアンダーライン愛の出演が発表された際、SNS 上では瞬く間にファンの期待と興奮が広がりました。 この若手グループは、デビュー以来急速に人気を集め、特にその革新的なパフォーマンスとスタイリッシュなビジュアルで多くのファンを魅了しています。ファンたちは、このような大規模なイベントで彼らがどのようなパフォーマンスを披露するのか、熱い期待を寄せています。例えば、あるファンは、ナンバーアンダーライン愛の完全版、待ってました。未公開シーンが見られるなんて感動、と喜びの声を上げ、 特に未公開映像への期待がが高ままっている様子が伺えます彼らのパフォーマンスは毎回新しい要素や予想外の展開が含まれておりそのクリエイティブなステージ演出は他のアーティストとは一線を画しています。これによりファンは彼らがこの大舞台でどのように自分たちのスタイルを見せるのか興味津々です。また他のファンは ナンバーアンダーライン愛は絶対にエキスポをさらに特別なものにしてくれると確信を持っており、彼らの独特な存在感とパフォーマンス力が、このイベント全体の魅力を引き上げることを信じています。特に、初めてナンバーアンダーライン愛を知ったファンや、他のアーティストを目当てに視聴していた人々にとって、彼らの出演は驚きと感動をもたらすに違いありません。さらに、ファンの間では、 過去のライブやパフォーマンスからの成功体験が語られ、ナンバーアンダーライン愛がどのように進化し続けているかが話題になっています。以前のライブも素晴らしかったけど、今回の n h k ミュージックエキスポではさらに新しい面を見せてくれるはずといったコメントからも、彼らが常に新しいチャレンジを恐れず、進化し続けていることがうかがえます。これまでの彼らのステージは、ただ楽曲を披露するだけでなく、 視覚的なインパクトやストーリーテリングを重視した演出が特徴であり、ファンはその想像力に大きな期待を寄せています。特に今回の完全版では、放送では見られなかったディテールや細かい演出が余すことなく映し出されるため、ファンはより深くナンバーアンダーライン愛の世界観に浸ることができるでしょう。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4という特別な舞台で、ナンバーアンダーライン愛が新たな境地を切り開く瞬間を目撃することは、 彼らを応援し続けてきたファンにとって、忘れられない体験となるに違いありません。SNS では、完全版を楽しみにする声があふれており、その中には、114分も見られるなんて嬉しすぎるや、未公開映像が見られるなんて最高といったファンの歓喜の声が数多く見られます。これまでの放送ではカットされた部分も多くあり、完全版という形でそれがすべて公開されることで、 視聴者はより深くアーティストたちの世界に浸ることができるでしょう。特に、音楽ライブでは会場の空気感やアーティストの性のパフォーマンスが重要であり、それを最大限に伝えるための完全版は、ファンにとって待ちに待った機会です。さらに、このような大型音楽イベントは、単にパフォーマンスを楽しむだけでなく、異なるアーティストたちのコラボレーションや、ファンとの特別なつながりを感じることができる場でもあります。例えば、 昨年のエキスポでは、アーティスト同士の交流シーンが話題となり、普段は見られない舞台裏の瞬間がファンの間で大きな反響を呼びました。完全版では、そのような舞台裏の映像も収録されることが期待されており、音楽パフォーマンスに加えて、人間味あふれるアーティストたちの素顔を垣間見ることができるのではないかと、多くのファンが心待ちにしています。音楽が人々に与える影響は計り知れません。 それは単なるエンターテインメントにとどまらず、時に人生を変える力さえ持っています。例えば、NHK ミュージックエキスポのようなイベントは、若い世代のアーティストにとっても大きな舞台であり、ここでの成功や経験がその後のキャリアに大きく影響を与えることがあります。過去にこのイベントをきっかけにブレイクしたアーティストも少なくありません。ファンたちは、今回の完全版を通して、 これからの音楽シーンを牽引するであろう新たなスターたちの誕生を目撃するかもしれません。また、エキスポに参加するアーティストたちは、国際的な知名度を持つ者も,も多く、日本国内のみならず世界中のファンがこのイベントに注目しています。特に近年では、K-POP アーティストの台頭が顕著であり、韓国の音楽シーンは世界中で高い評価を受けています。エンハイプンやト o m x t o g e といったグループは、 すでに国際的な成功を収めており、そのステージは毎回注目の的となっています。これにより、n h k ミュージックエキスポは日本国内にとどまらず、グローバルなイベントとしての地位を確立しつつあります。こうした国際的なアーティストたちが同じステージでパフォーマンスをすることで、音楽が国境を越えて人々をつなぐ力を再確認することができるでしょう。音楽イベントは、ただ見るだけでなく、 そこに集まるファンたちとのコミュニティ感も大きな魅力の一つです。特に SNS の時代では、ファン同士がリアルタイムで感想を共有し、共感し合うことで、イベント自体がさらに特別なものとなります。n h k ミュージックエキスポの完全版が放送される際にも、ファンたちは SNS 上で活発にコメントを交わし、それぞれの視点でパフォーマンスを評価することでしょう。ライブ感を味わえるこのようなやり取りは、 ファン文化の一部としてますます重要になってきています。エキスポの完全版が放送されると、その瞬間を共有したいと願うファンたちの声が SNS 上で一斉に広がり、まるでライブ会場にいるかのような一体感を感じることができるはずです。一方で、このような大型イベントが持つ意義についても考える必要があります。音楽業界は、ここ数年で大きな変化を迎えました。ストリーミングサービスの普及により、 アーティストとファンの関係性が以前とは大きく異なり、ライブパフォーマンスやイベントの重要性がさらに高まっています。デジタル時代において、音楽はいつでもどこでも聴けるものとなりましたが、それと同時に、ライブでしか味わえない特別な瞬間や空間がファンにとってより貴重なものとなっています。NHK ミュージックエキスポのようなイベントは、そのような特別な体験を提供する場であり、 デジタル時代における音楽の新しい価値を示していると言えるでしょう。また、アーティストにとっても、このような大型イベントは自己表現の場として非常に重要です。n h k ミュージックエキスポは、ただパフォーマンスを披露するだけでなく、新しいファン層にリーチし、彼らに自分たちの音楽を届ける絶好のチャンスとなっています。特に完全版の放送は、 より多くの人々にアーティストの魅力を知ってもらうための重要な機会です。未公開シーンや舞台裏の様子が追加されることで、視聴者はアーティストたちの人間味や情熱を感じ取り、彼らとの距離を縮めることができるでしょう。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4の完全版は、単なる音楽イベントの枠を超えて、ファンとアーティストがより深くつながるための場となることが期待されています。特に ナンバーアンダーライン愛のような新進気鋭のグループがどのようにこの大舞台で自分たちを表現し、ファンに新たな感動を与えるのかは、大きな見どころです。また、これまでに見たことのないアーティスト同士のコラボレーションや、意外なセットリストの披露など、完全版ならではのサプライズがあることも予想されます。ファンたちは、このようなイベントを通じて音楽の力を再確認し、 自分自身の人生や日常に新たなエネルギーをもらうことができるでしょう音楽は時に言葉を超え感情や思いをダイレクトに伝える力を持っています nhk ミュージックエキスポの完全版が放送されることでより多くの人々がその力を感じ音楽の素晴らしさを共有することができるのではないでしょうかそしてその瞬間を共に楽しむことでファンたちはさらに深い絆を感じることができるでしょう 完全版のの放送ままでファンたちちはその日を心待ちにしています音楽が持つ無限の可能性を感じることができるこのイベントがどのような新しい感動を届けてくれるのか期待が膨らむばかりです。